V ジャンプチャンネルフロックカード紹介動画。いやー、やったぜ。はい、というわけで、はい、マスターカウマです。はい、ポイントさんスケーラーよろしくお願いいたします、はい、というわけで、はい、まあ、2019年最初のフロックカードということで、はい、こちらも見えてますが、はい、V ジャンプ3月特大号フロックハイスピードロイドカイドライク、これね、シンクロ召喚のやつですけど、これはあの読者からみんなこうお便りとかをもらって、はい、夢のフロックカード、はい、夢のフロックカードを、はい、で、まあ、いろいろこう、うん、ステータスとか能力、そうですね、あの役割とか、まあ、高レベルみたいな、はい、そういうところを募集してみんなで決めたという形になっております、はい、これが形になったと。はい、というわけで、はい、ハイスピードロイドカイドレク、はい、こちらの使い方をご説明したいと思います、はい、まずはエクストラデッキに入っているカイドレグですけども、出るかな、はい、スピードロイドデッキですんで、はい、まずはこのカード、じゃん、出た、モンスターが存在しない場合なんと手札から特徴ができちゃう、はい、しかも特徴が成功時にスピードロイド、はい、モンスターを手札に加える、そうね、これ、はい、この動き、はい、動きね、いきなり家族者がいるので、はい、特徴がバーン、お、これもう33エクシーズになったりする時もあるよね。そう、そういう時もありますね、はい、で、今回はこの竹とんぼの、2つ目の効果をリリースすることで、はい、デッキから、スピードロイドチューナーを出しようができるので、はい、ここで呼び出すのは赤目のダイス、赤目のダイス、はい、でこちらで、召喚、特殊召喚成功時に、スピードロイドモンスター1体を1から6マットのレベルにできると。1から6、このカード以外ですね。じゃあ6にしてもレベル1個足んないね。そうなんですよ。じゃあここは4にしよう。あ、4にしますか。そうすると1、4になって、はい、レベル 5、まずは、まあまあ、こちらから、はい、チャンバライダーですね。これも強いですけどね、はい、このままでも強いんですが、はい、さらに手札からまだ通常召喚してない。そうですね、してないですね、実は。そうなんですよ、はい、というわけで通常召喚、はい、電電太鼓、電電太鼓、これはチューナーですか。そうですね、レベル3のチューナーです。レベル5じゃん。そうなんですよ、でこれで5と3が揃ったということで、シンクロ召喚、なるほど、さらにシンクロするとカイドレイクだ、バチ、なるほど、これシンクロ召喚、はい、シンクロ召喚ですか。そうです、あ、シンクロ召喚に成功した時なんか効果ありますか。そうですね、1の効果が2つあって、はい、フィールドの、カードすべて破壊する、このカード以外のフィールドのカードすべて破壊するっていうのと、全部吹き飛ばすか、そう、相手フィールドのすべての表側表示の効果を無効にする、なるほど、まあ、どっちか、はい、状況に応じてどっちか使えるそうですかね。もうその上点でもうさらちになってるというところで、はい、もしも手札にスピードリバース、あー、はい、ルガーブ墓地から、スピードロイドを特色でいうという効果があるんで、さっき素材になった、なるほど、チャンバライダー、はい、これ確かに2回攻撃できるやつですね。そうなんです、しかもなんかあの攻撃力がちょっとずつ上がっていくと、はいはい、200ずつ上がっていくということで、まあ、こっち一応ガラ空きの程度しようや。そうですね、これでもう破壊されちゃってるんで、はい、だから3000でアタック、3000、はい、はい、で最初の1回目で200アップするんで2200、はい、でさらにもう1回攻撃できて200アップするんで2400ということは合計7600、600、もう残り400、無理でしょこれ生きてないよ。そうですよ、というもう瀕死のトスノスケを瀕死の状態に追い込めるという、はい、なるほどね、非常に強力なコンボですね、はい、というわけで、このカイドレイク、まあ、スピードロイドの新しい、切り札として、そうですね、はいはい、本当に勝負決める高レベルモンスターと、うん、シンクロモンスターといっても過言ではない、はい、カードですので、皆さんもぜひあのこのカードで新しいデッキの切り札をとして使っていただければと思います、はい、はい、それでは次回の動画でまた会いましょう。さようなら。また次回。